県春日市の JR 鹿児島線の線路沿いできょう未明男性の遺体が発見されました遺体が発見されたのは JR 鹿児島線春日駅近くの線路沿いです午前3時40分過ぎに近くの踏切で工事していた作業員が遺体に気づき警察に通報しました警察によりますと遺体は男性で頭と足に大きな傷がありました 現場は春日市役所など公共施設が立ち並ぶエリアで線路内の敷地はガードレールが設置されていますが乗り越えられない高さではないということです JR 九州によりますとこれまでのところ現場近くで列車に人がはねられたという情報は入っていません警察では遺体の身元の特定を進めるとともに事件事故の両面で調べを進めています